皆さまこんにちは国家基本問題研究所理事長の桜井よしこですいつも応援してくださって本当にありがとうございます私たちは多くの国民の皆様方有権者の皆様方とともにですねこの日本国の行く末を考える何が日本にとって一番大事かということをいつもいつも追求してきましたそして年に一度 国民の皆様方会員の皆様方とともに私たちの意思を確かめ合って、まあ、共に前に進みましょうという会を設けています。これ私たち会員の集いというふうに呼んでいます。でこれが11月4日14時から、まあ、これはお休みの日ですけれども行われます。場所は毎年同じところです。ホテルニニューーオタ今年はですね 内外ともに日本が本当に厳しい状況にあるのはご存知の通りですまあ石破内閣が誕生いたしましたけれども石破さんで本当に日本国の国益が守ることができるのか国民の私たちの生活はどうなるのか経済はどうなるのか安全保障はどうなるのか心配なことが山積していますそこで <coughs> アメリカも 新ししいい大統領が誕生いたしますこの日米関係の中でそして中国ロシアの脅威の中で我が国はどういう進路をたどればよいのかこのことを論じようと思って素敵なゲストをお招きしております小林隆之さんです。さっきの自民党総裁選挙でまあ ある意味新人として戦いました非常に多くの人たちの共鳴を得ることができたというふうに思います高市さんと同じようにきちんとした保守の方ですで、この小林高幸さんをメインゲストにして私たちは会員の集いをニューオータニで行います先ほど申し上げたように11月4日14時からですどうぞ 皆さん、私も登壇いたしますので、どうぞふるってご参加ください。あのご,ご応募してくださるのをお待ちしています。十一月四日午後二時からです。小林孝之さんと私、そしてその他のゲストが、日本国の将来を語ります。お待ちしています。